を比較的安全な、それ一番安全なリスポンポイント。なんか初っ端真ん中に湧くとなかなかしんどいんだよな。最近はフリーフォアオールに来る人たちはもうリスの場所も知ってて結構煮詰まってる感じがあるんで、危ない、ギリギリヘッドショット。あ、寝てる。いないと、さすがにいないっしょ。来た。あ、やっぱいるか。念のため見ておいてよかった。あの辺もうそんだけ離れれば湧くんだな。結構ね、ちょっと、うわー、マジかよ。あ、と思ったら右、ね、読みが強いね。読み負けるとこだった。読み負けてる、すでに。なんとかご利用して勝ったけど、ここも特別モナス早っ。めっちゃ湧くな、やっぱこの辺強いよね。ただここがねちょっと弱いんだよね。ここがね、今みたいに飛び込んでくる人はいいんだけど、いろんなね、あの奥からも見られるし、2階の左右の窓からも見られるんで、結構危険なポイントなんで。この中結構強いわ。ここからいろんなポイントが見えるんで、ここからねちょっとお邪魔して、あ、いるいるでしょ。右いるけど先にこっちをやっておきたい。リードして、でそろそろ後ろ湧くと思うから見に行くけど、いないな。まあ MP7 だったら抜けない距離ではないから、先に打ててさえ打つことができれば、まあ、抜けなくはないんだけど。よし、ダメだ、あれ勝てない。MP7 はね、結構中距離、遠距離も、弾は当てれるんだけど、よく自分でも勘違いしちゃうのが、遠距離で普通にアサルトライフルと、撃っちゃったりしちゃって負けることが多いんだけど、基本遠距離は弾当てれるっちゃ当てれるんだけど、撃ち合いには絶対に勝てないんで、そこは気をつけたいね。一方的にこっちが撃てればいいんだけど、そうじゃないんだったら、もう勝負しない方がいい。おお、マジか。まあ、今みたいなね、敵の背後取って撃つ分にはいいけど、向こうが撃ってきたらもうさっさと避難した方がいいね。結構ね、勝負しちゃうんだよね。ヘッドショット抜ければなんとかなるって。絶対それでも不利だから、そこはちょっと徹底していきたいところだけど。さあ、この建物に入りました。ここからね、後ろ見たり上から見たりするのが強いっちゃ強いんだけど、ただね、ここから見る距離って割と遠いんだよな。中距離、遠距離が多くて、あんまりこの MP7 で戦う距離じゃないんで、おすすめしない。むしろこういうところの方がいい。こういうところで戦った方がいい。ここは一瞬だけ見て、あとここも結構いいね。ここから撃つっていうよりは、ここから見て近づいてっていう感じの立ち回りの起点になる場所だから。あー、いるなー。ちょっとあれ行くか。決め打ち。よし、デッサがついてるんで、ここ行きましょう。もう大体いるんでね、ここ。さらに湧いてきたらまた向こうから出てきたりするから、
それ前提で。あ、左入ったな。後ろか？あ、それ下へ。いた。おお、待たれてたか。さっきのやつリベンジしに行くか。ここから入って。いた。危な。かなりブレた今、エイム。どうする？中入っちゃうか。ここはね、結構強いんだよね。あ、いた。今いたな。裏から行こう。デッサ中だし。ん？移動した？そこね。湧いた人どこ行ってんだ。湧いてないのか。左から入ったけど追っかけない方がいいな。あれは逆から行こう。よし。めっちゃショット聞こえる。どこだ。下だな。下にいるわ。ここにとどまるんだったら家の中でこの距離だな。やれても。からね、あーいるね。ちょっと早めに。やばい。こっから撃てるね。確かいた。よし、頭抜いてく。でそろそろ右から来てるがだろう。こいつをやって、でさらに後ろから。最近湧かないな。湧いてるであろう。あそこのリスも湧かなくなった。いないね。やべ、撃たれた。ちょっとやめよう。めっちゃいる。上登るか。上から入って。いた。消えた。まだ来たか。V トール出してきた。ここ屋内多いから V トールってあんまり微妙なんだよな。こうって。おっと、スター残り3キル。来てる。あ、入ってますね。さあラス1。いた。切るか。スペシャリストの方が絶対強いな。キルストリークはね、フリーフォールだとあんまり微妙なんだよな。すぐ対策されるし、チーム戦じゃないし、ね、お尻を切って張っていく。